笑うから楽しいことが起きるんだよ。うまくいくようになってるの。これからの成功法則はね、二つあるって。運命は切り開くもんなんだよ。問題は悩むために起きるんじゃないんだよ。解決するために起きるの。こんにちは、ありがとうチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の斉藤ひとりさんのお話は、この2つだけをしてください。これからの成功法則についてのお話。アマテラス大御神様とご縁がある方へ、必ず願いは叶います。それでは斉藤ひとりさんのお話です。ごゆっくりお楽しみください。神様って正しい答えを出して苦労することは絶対にないの。今苦しんでるんだとしたら、あなたの答えに何か間違いがあるんだよ。俺も学校で叩かれたり先生に殴られたりしたけど、必ず俺が悪いんだよ。俺が正しくて怒られたことは一回もないんだよ。それと同じで、自分が苦しい時は必ず間違いがあるんだよ。だからもうそろそろ魂をもうちょっと成長させなさいよ。人間っていうのは、人間だけが笑うんだよ。ってことは、笑うということは神事なんだよ。笑うから楽しいことが起きるんだよ。だから人は楽しい顔、犬でも涙流すらしいよ。だけど笑ったような顔してる犬はいるけど、笑ってるわけじゃねえんだよ。人間だけが笑えるんだよな。それから、おしゃれしたがるのも人間だけ。それから、年若く見せようとするのも人間だけ。女の人は21世紀っていうのは神様がつけてくれたもの。笑顔でいる、おしゃれしたい、年若く見せたい。みんながそういうものは神事なの。だからそれをちゃんとやってる方がいいの。あのね、うまくできてんだよ。あの男の人って女の人の足見たりなんかの好きなんだよ。女は出したがるんだよ、本当は。だからミニスカート履いたりね。うまくできてんだよ。で、神事っていうのは、欲望をちゃんと抑えられて制御すると悪いものは何もないようになってんの。今から好きなもの3つ。指さして聞くからね。指さして聞くからね。わかった ?3 人ね。好きなもの3つ言うんだよ。自分の中でも考えて。じゃあ俺行くよ。現金、女、ドライブ。はい、まゆみちゃん。お金、K-POP、おしゃれ。はい。のぶちゃん。お金、女性、ドライブ。ドライブ、同じだね。いや、何言いたいのかなあったら、この前ね、うちの会社に来た人がね、ひとりさんの教えを広めるんだってずーっとべんべんと語ってるの。で、俺のお弟子さんに今好きなもの聞くからって聞いたら、現金とか K-POP とかおしゃれとか、俺のお弟子さんでしら白目ようとしてる人が来たのに、俺も思ってないの。なぜかというと、白目なきゃいけないようなものじゃ白まらないの。教えは白まるものなの。何の努力もいらないの。だって、女性に綺麗になりなさいってなるんだもん。のぶちゃんに女性を好きになれとかって説得しなくたって好きなんだわ。わかるかい?で、現金とか好きなんだよ。で、全員が現金好きだと思ったんだけど、神事なんだよ。つけてくれてるんだよ、神様が。本当にお金がないと困るんだよ。それをお金を欲しがっちゃいけないとかっていうことがおかしいんだよ。で、お金を欲しがっちゃいけないっていうところをずっと聞いて、最後には持ってこいって言うんだよ。俺は大事に使いなっつってるだけなの。で、お金も必要、おしゃれも必要。神様がつけてくれたものを楽しみながら働きながら手に入れようとするとうまくいくようになってるの。これからの成功法則はね、二つあるって。こっちを手に入れたらこっちは手に入らない。そうじゃないんだよ。言いたいこと言ったら嫌われてもしょうがない。言いたいこと言って人に好かれる人間になればいいんだよ。で、これも手に入れたらこれも次も手に入れるの。で、またその次も手に入れるの。何かしたら必ず何か諦めようじゃない。いい男だけど性格が悪い人と、
性格は悪いけどいい男とどっちがいて、両方やだよんなもんな。あのね、常に我慢じゃないんだよ。言いたいこと言って疲れた方がいいんだよ。俺相当言いたいこと言ってくる。何十万人ってファンいるんだよ。なぜかというと、俺の言いたいこととみんなの聞きたいことが同じなんだよ。あんたが嫌われるのは聞きたくないこと言ってっから、ね。だから言いたいこと言ってっから嫌われるんじゃないよって。人の聞きたくないような話をずっと喋ってっから嫌われるの。純ちゃんが俺は、えばっちゃってさって最近反省文を書いてるんだけど、本ね。でね、キャバクラやなんか行ってえばっちゃって、あのね、真面目になってキャバクラやめちゃダメなの。キャバクラで好かれる人にならなきゃダメ。あのね、遊びはね、その人の趣味だからやめちゃダメなの。だけどそこでもどこでもね、いいお客さんにならないとダメなの。人に好かれる、釣りが好きだからってさ、餌でもなんでぶんまいてきちゃダメなの。ちゃんと帰りは綺麗にしてくるとか、釣り仲間からも好かれないとダメなの。だから好きなことして好かれることはできるよ。俺ね、ものすごい人だから大金持ちになるって決めてたの。だからなったの。だけど会社行きたくないの。で、普通の人はそんなことありえないって言うけど、俺はありえるの。ほとんど旅してるの。だって働き者の人を雇えばいいんだよな。で、働き者の人ってね、働いてないと病気になっちゃうの。で、怠け者は働かせって病気になっちゃうの。出来が違うんだよ。だからうちの人たちって、みんな俺のことを守ってくれてんだよな。おしなべて俺のこと大好きなの。だけど俺はその人に、怠け者に働けとか言ったことないの。働き者が働きやすい職場を作ってるの。だから俺、純ちゃんにもキャバクラ辞めるとか言う気は全然ないの。で、話は最後なんだけど、人ってさ、幸せって楽しいってことなんだよ。簡単に言えば幸せって楽しいことなんだよ。ところがみんな楽しく生きなったって楽しいことがないのに生きられないよ。楽しく生きなったって、カツ丼食ったことないのにね、カツ丼の味を語んなさいとか言ったって食ったことないもん語れないよな。で、楽しいっていう字は、人が踊りを踊ってる姿なの。顔からオーラが出て、下にこうやって広がって、振り袖が回ってる姿なの。楽しいとは踊りを踊ることなの。あのね、天の岩戸でもね、天照が入っちゃった時にね、いろいろ説得したの。出てこなかったの。だから、この世が暗くなっちゃったんだよね。だけど、何の説得もなく、楽しく踊ってたの。そしたらちょろっと覗いたんだよ。それと同じように心が塞がってる人がいるんだよ。この前福岡でやった時もみんな踊ったりなんかしてニコニコしてんだけど、この人鬱だったの。この人引きこもりだったの。そういう人たちがみんなで踊ってんだよな。だから、ひとりさんは実業家だから、実業家ってのは心の話だけじゃないんだよ。心の話いくらでもするよ。だけど、楽しいものがないのに楽しくなれったって無理なんだよ。だからこうやって余興の大会やったりね、いろんなことをやると、月に一回やるで、公会堂でやると1000円ぐらいでできるんだよ。みっちゃん先生の向井ちゃんってところで、福岡で今度10個出し物が出るって。一つのお店からだよ。10個出るの。すごいでしょ？いつも練習で集まってるんだよ。賑わって楽しそうなとこにはお客さんは来るようになってるの。で、うちのものはね、気に入る人はちゃんと気に入るような商品なんだよ。で、余興やってると、その余興を友達が見に来るんだよ。で、楽しきゃ仲間に入るんだよ。で、自然の形で増えるの。一番ペケから50位から1位まで発表しても誰も落ち込まないの。だって最下位の人と一番の人と同じ人が踊ってんだもん。いっぱい。何回も出てくる。すごい人は全部に出てる人がいた。それでも出たいんだよな。これから、マルカンはもっともっと魅力的になんなきゃいけない。もっと楽しくなきゃいけない。これからの教えは楽しくて成功できる。だから、俺が死んで100年経ち、200年経ち、300年経った時にね、21世紀の初めに、斎藤一人って人がいたんだって。楽しいことをしながら成功した人がいたんだって。楽しい教え、欲望を抑えるんじゃない。神は完璧だから間違いができないんだよ。間違えた使い方をした人間がいただけなんだよ。俺すごく運がいいんだよ。
今度のクリームもね、みっちゃん先生のところで、ツヤピン、違う、なんて名前だっけ。ハリピンツヤクリームだ。あれも突然ひらめいて作ったんだよ。みっちゃん先生のところが10個サンプル配って、注文が900何個来てんだよね。で、そういうものをもらえるんだよな。俺、すごく運がいい人間だと思ってんの。それって、俺は勝手にだよ。俺の教えを広めてくださいっていう意味だと思ってんの。で、俺の教えって何ですかって言った時、もっと楽しく生きようよ。俺たちは苦労しに生まれてきたんじゃないんだよ。運命だってそうだよ。運命は切り開くもんなんだよ。問題は悩むために起きるんじゃないんだよ。解決するために起きるの。良き仲間がいて、こんだけ仲間がいたら、起きた問題にみんな解決策、誰か知ってんだよ。良き仲間がいたら解決できるんだよ。で、解決して、楽しく踊り踊って、良き仲間がいる。北海道にもいる。沖縄にもいる。どこにも仲間がいる。そんな素敵な世界ができたときね。俺これからはね、豊かさは本当に食べて、ちょっと豊かで友達がいて、仲間がいて、楽しい集まりがあったら、これからお金お金ってあんまり求める時代じゃなくなってくると思ってんの。で、俺たちは何をしたいのか。日本の中にブータンを作りたいんだよ。だって、こんな気候が良くてね、こんな豊かな国が、ブータンに負けてんの悔しいよな。私たちの方が幸せですとか言われたら悔しいよな。俺たちは日本で幸せになれるんだ。で、そういう楽しくなろうよって。これは別に一人さんの教えじゃないんだよ。神様はこうご招待のようにして俺たちを連れてきてくれたとこなの。だからここでみんなで幸せになろうよ。で、幸せの見本見せようよ。それから踊ろうよ、歌おうよ、楽しいこといっぱいあるじゃん。それから教え合おうよ。それから教わったら感謝しようよ。たったこれだけのことで人は幸せになれるんだよね。今まで見たくね、欲望を抑えて壁に向かって3年修行してとかそういうんじゃないの。やはりしたい人はしていいんだよ。あれあれで立派だから、文句言ってんじゃないんだよ。うちに集まってくる人は違う人だから、俺たちはもっと違うハンドバッグ欲しい。じゃあ次のハンドバッグ買おうとかな。男だったら女の人にいっぱいモテたいとか。心の中で燃えてる欲望ってのはあるんだよ。男はいろんな人にモテたいんだよ。10人より100人にモテたいんだよ。100人より1000人にモテたいんだよ。だから1000人から好かれる人間になろうよ。それから女の人もハンドバッグでもね、デパートごと欲しいんですよ。一個手に入れたらまた手に入れようよ。また手に入れたらもう一個手に入れよう。そのために働こうよ。誰も困んない。ハンドバッグ屋なんか特に困らない。買ってくれた。ものすごく喜ぶんだよな。それを買えない自分より買える自分に変えていこうよ。今すぐ誰でも一瞬にして幸せになれる。このことを知らないで幸せになることは絶対できないし、このことを知って不幸になることは絶対できませんよっていう話です。で、これは何ですかって言ったとき、幸せになるためには人は足りるを知るっていうことなんですね。で、足りるを知るっていうのは何ですかっていうと、ご飯食べて、ああ、お腹いっぱいになって幸せだな。って言えば足りるを知ってるの。ところが、なんだこんなつまんないおかずで、俺はあれが食いたいんだ、これが食いたいんだ。洋服着てんのに、あのものが欲しいんだ。車乗っててもこんな安い車じゃ嫌なんだ、あれ車が欲しいんだ。で、その車手に入れてその上なんだ。その上なんだ。家がなきゃダメだ。家だってこんなんじゃ嫌だ。足りるを知る。っていうことを知らないと、際限なく追っかけます。それで自分をどん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 追い詰めちゃう。だから、足りるを知ってると、ああ、今日もご飯が食べられて幸せだなとか。で、今幸せになって、
明日に向かっていくならいいの。今は不幸だけど、これを手に入れたら幸せだ。これを手に入れたら幸せだって言うじゃない。ちょっと、自分を追い詰めちゃうんだよね。子育てする人も、よく考えてもらいたいんだけど、子供が生まれた時自分の子供の指数えたでしょ？で、ああ、指があってよかった。手があってよかった。足があってよかった。いろんなとこ見て、五体満足だけで喜んでたんだよね。そうすると今度それが忘れちゃって、早くハイハイすればいい。数学もできたらいい。英語もできたらいい。体操もできたらいい。足りるを知らないの。で、お母さん頑張ってパートして働くから、あんたにはお金いくらでもかけてあげるからねっていう、それは親の愛情みたく思ってるけど、その愛情をかけられた子って、すごい辛いの。で、やればできるから、やればできるからって、やったってできないんだよ。勉強でも駆け足でもそうなんだけど、頑張ってかけりゃあの子抜けるからって、抜けないんだよ。抜けりゃ抜いてるんだよ。お母さん自分で学校行ってみな。自分でやってみな。金さえ出してあげれば、ピアノなんか上手になるんじゃないんだよ。才能があるんだよ。駆け足だって才能があるんだよ。それを言ったら子供はかわいそうなんだよ。親の期待は裏切られない。ご飯も食わしてくれる。お母さん大好き。お父さん大好きなんだよ。だから、期待に応えたいんだよ。誰だって。でもできなくて学校で成績は追い詰められてっちゃう。何、板挟みになっちゃうんだよ。いい子ほど板挟みになっちゃうんだよ。すると、あるし、お母さん学校行かないとかって言うと、ちょっとしたことで行きたくなくなったのよね。ちょっとしたことじゃないよって。ちょっとしたことだったら行ってるよって。何バカなこと言ってんだよって。私は子供のために頑張ってる。追い詰めてんじゃないか、あんたって。この前もこういうのがあってね。もうすごくお母さんの期待に潰されそうになっちゃって、ずっとうつむいてんの。で、お母さんの親の期待に応えられないと、親を責めないからいい子ほど、自分がダメだ。だんだん自分嫌いになっちゃう。で、自分が嫌いだから自信なくなってこうやってうつむいてんだよ。で、あるしね、自分を許すって言ってごらんって、なかなか言えないの。私自分が嫌いなんです。そしたら、お母さん、え、あんた、自分のこと嫌いだったの？そんなこともわかんないんだよ。あんた親だろって。どこまで子供を追い詰めるのって、愛情という武器を振り回すのよしな。子供が顔が苦痛に歪んでたら辛いんだよって。あんた生まれた時五体満足でもう喜んだろって。次から次、次から次って欲出して何する気なんだよって。それに応えられる子なんか万人に一人だよ。頭がいい子って中学校で一番って、じゃあ高校のいいの行く。そこの高校は全国から頭のいい子が来るんだよ。そこで一番取ると、じゃあ今度東大目指せ。そこには全国から頭のいい子が来れるんだよ。そんなとこで一番なれないよ。どこまで期待するのって。子供に期待するんだったら、親が見事に働いて立派に、立派に自分の姿を見せな。それが教育だから。私はいいのよ、あんた頑張らない。子供を馬みたく走らすのやめな。子供が辛いから、人はみんな足りるを知るの。私もそうだし、人にかける期待もそうだよ。お互い足りるを知らないと苦しくなって、たった一回の人生を苦しむの。期待かけちゃいけないんじゃないよ。期待に応えるほど才能のある子もいるんだよ。だけど、遺伝子だからね。お母さん、自分のことよく思いな。お父さんも思いな。そこからやりな。それから、お父さんもお母さんも東大でも、勉強に向かない子も出るの。そういう子って優しいんだよ。兄弟でも、二人いて、本当に、例えば長男が理工だとかっつって、もうこの子この子って褒めまくって、もう一人弟のお前は全くだらしないとか妹はバカだとかいろんなこと言って可愛がらなかった人に最後に世話になるんだよ。これが因果の法則なの。で、散々いい子だいい子だって可愛がった人は親のこと見向きもしないの。それで可愛、一番
子供が10人いても5人いても一番可愛がらなかった子のに最後に世話になって親は死んでくんだよ。だからあなたが世話になる子は一番出来が悪いと思ってる子な。それが因果の法則なの。ただちゃん、足りるを知らなきゃいけないよ。私は商売やってますよね。商売やってるんですけれど、カワウソっていろんなとこ住んでるんだけど、ヨースコにカワウソがいるんですよ。ね。カワウソはヨースコに住んでるけど、ヨースコの水全部飲もうとは思わないんですよ。わかりますよね。だから私も商売してるから、必要なお金入ってって、必要なお金が出てくるけど、世界中のお金が欲しいとか、そういうことは決して思ったことはないんです。ね、人間足りるを知るって、足らないとね、しょうがないんです。ただ、その足りるっていうのはね、山の中で隠遁生活してる人、夫婦でつつましくやってて幸せだねっていう人と、商人とは違うんだよ。ね、みんな社員にお給料払ったり、税金も払ったり、いろいろするから、それはいろいろ違うんですよ。昨日ちょっと、石川君、あそこ、加賀100万石、100万石ったら、大変な米の量なんです。あそこの殿様に、100万石も食べきれんですかって言ったって、殿様の方もびっくりしちゃって、俺が食うんじゃねえとかって言うと思うんですよね。それと同じように、だって100万石ないとやっていけないとこもあるんですよ。わかりますよね。それと、ね、田舎の方で引っ込んじゃって、夫婦二人の人と一緒にならないですから、立場がありますよ。ね、だけど、世界中の米を独り占めしたいとか、思うと苦労するよ。それと、延長線上で、ただおちゃん、いろんなものはあんまり欲しがっちゃダメだよ。足りるを知りな。ね、これもあった方がいい、あれもあった方がいい。ね。で、あれも欲しい、これも欲しいって言ってると、苦しくなっちゃうんですよ。ね。くれるならいいんですよ。お勘定払わなきゃなんないんですよ。わかるよね。特に、ただおちゃんなんかの場合は事業家で仕事してるんです。肝心な時にお金がないと困っちゃうんですよ。ね。わかります？だから、足りるをして本当に必要なもんだけでいいんだっていう風に思わないといけないよ。それと、いろんなもの欲しがるよね。それって、外のことだよね。自分の外、体以外、自分の外に、幸せを求めるとどういう形になるか。幸せって心の中で感じる。だから心の中に幸せを見つけるってことは難しいんです。難しいけれど、心の外に幸せを見つけることは絶対できないです。わかります？心の中に幸せを見つけることは訓練したりそう思ったり、ね、いろんな形あるよね。花一個見て、あ、綺麗だなと思ったり、ね。お魚食えて幸せだねと思ったり、最初は努力がいるんですよ。でも努力すりゃなんとかなるんですよ。自分も外に幸せを求めても、絶対に幸せにはなれないです。よろしいですか？試しにやってみてください。青い鳥の話じゃないけど、結局は自分の中にしかないんですよ。ね。だから、外に求めてると、あれも欲しい、これも欲しい、あれもこれもこれもとなってくるんです。で、ずーっと引きずり回すでしょ。でも、幸せは心の中にあり。この、穴を見て、綺麗だな、って思うのは、心の中なんです。花を見て思うんだったら、花を見たら全員思うんです。花が咲いてることにすら気がつかない人いるんです。わかりますか？ね？海を見て素晴らしいなと思うのは心の中なんです。海じゃないんです。タンポポ早く行かないかと思ってから。お前が血が当たんないと思ってから。タンポポのおかげじゃないです。タンポポを見て心の中が感じるんですよ。ね？そういうことだから、心の中に幸せがあるんです。で、今私たちは、心の中の修行をし、話をしてる。他ですか？斉藤ひとりさんのお話でした。ありがとうございました。
今回のお話は、棚からぼた餅で願いを叶える方法についてお話しいたします。こうなったらいいなぁと思ったことは、それを叶えるために苦労や辛いことはせずに妄想して楽しむ。ただ楽しく過ごす。そうすると何も努力していないのになぜかスルッと叶い、なぜかスルッと手に入ります。労せず幸運を得る。棚ぼたとは、たまたまぼた餅が落ちてきて、たまたま自分が口を開けていて、たまたま口に入って食べられた、というラッキーイベントなのですが、これこそが本来の願いの叶え方です。これが普通なのです。本当はどんな願いもこうなるはずで、この叶え方が本来の叶え方なのです。脳はほとんどわかっていない。人間が思いつくような、今やりたいことを楽しんでやる以外のこうすれば叶うというのは、潜在意識からしてみたら、遠回りしているよ、それ真逆だよ、それ逆走だよ、という感じなのです。なので、叶うまでのルート、方法は決めないで、限定はしません。これを叶えるためには、何々しなくちゃいけない、とか、これを叶えるために何々が必要などなど、叶えるために必要な何かを決めない。なぜならこれを決めちゃうと道が減ってしまうからです。必要なのはこうなりたいという願望の発射だけ。ターゲットのロックオンだけなのです。ロックオンしたら、あとは今やりたいことを今やれる範囲でやりたいようにやって今を楽しむ。今が最後の瞬間というつもりで、もう寝たいと思ったのならば眠ればいいのです。とにかく今できることを全力で、今一番やりたいことをやる。そうしている時の波動、あなたから出ているエネルギーが願いを叶えてくれるのです。あなたから出るエネルギーがあなたの夢を叶えてくれる。自分から出ているエネルギーが自分の夢を叶えてくれます。だから、願いを叶えたいならば、高いエネルギー、ポジティブな波動を出すしかないのです。それで、この夢を叶えるには、このエネルギーっていうのはなくて、高い波動か低い波動かがあるだけなのです。願いを叶えるエネルギーは高い波動。正確には、願いを叶えるというよりも、幸福を感じる出来事があなたに起こります。なので、幸せ体験をするのには、高いエネルギーを出すべしなんです。ターゲットをロックオンする、イメージをするというのは、幸せを感じる出来事の細かいオーダーみたいなものです。こうなったらいいなぁとイメージをすることで、どういう出来事を体験したいか枠組みを作っておくのです。枠組みを作った上で、それに肉付けをしてくれる高いエネルギーを出せば、見事願望達成で狙った獲物をゲットできます。自分から出ているエネルギーが一番大切。宇宙へのオーダーは大切です。でもそれは枠組みに過ぎないので、エネルギーと時間を費やすべきは、それに肉付けてくれる毎瞬、1分1秒の自分から出ているエネルギーがとっても大切なのです。はい、今回のお話は、棚ぼたで願いを必ず叶える方法についてお話しさせていただきました。ここまでのご視聴ありがとうございました。感謝いたします。寒くなってきましたのでご自愛くださいね。あなたの心が幸せで豊かになりました。またお次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。
ー